でもなんか、まあこれ、まあ自分は結構前向きな方ではあるけど、前向きな方だし、常になんか上を向いていたいっていう方だけど、でも向いていたいっていう願望はあるけど、なんか向けない時もあるし、なんかどうしてももう無理だっていう時もあるけど、でもまああずみんさんにもそれはあるかもしれないけど、そういうのをね見たことがない、一回も。いつも、いつもね、なんか前にいてくれるって感じ、あずみんさんが。そうだから3期は、まあ、2.5期の皆さんとよく一緒にレッスンするし、まあ、ずっと今までレッスンしてきたけど、本当にみんな尊敬してるよ、3期のみんな。そう、まあ、あずみんさんだけじゃないけど、でもあずみんさんのいいところは、いいとこってか自分が尊敬するとこはそういうところかな。いつも前向いてるところ、自分の前にいてくれるみたいな、なんか安心感がある、あずみんさんがいると。お、つばゆうすけさん そう、お、つばゆうすけさんだと思って しきめろって。あ、尾道ラーメンさん、最後気づいた、こうやって言ってたよ 見つけやすすぎ服 そうね、すごいよね。リーダーシップもありまくりです、あずみんさん。事情がわからないまま、どういうこと？ね。でもなんかあの練り歩きがあったのもどうなんだろう、みちゅさんが基本的に多分このセットリストとかさ考えてるじゃん、多分あの演出も考えてくれたのはみちゅさんなのかなって思うんだけど。いや、ファンの方も嬉しいし、自分たちも楽しかった。そう、なんかあ、こんな広いとこでやってたんだっていう そう、しかも撮影ありだったからね、よかったよね。ヒーさん見つけるよ、もちろん SNS で文句言う、まあね、SNS の使い方は本当に考えた方がいいですよね。まあでもそんなことを言う人は別にいいです。あずみんさんの良さを分かってる人がこんだけたくさんいるんだから。そうだよ。それであずみんさんを傷つけないでください。って思います 最後の曲は暗闇と思ったけど、重恋とは思わんかった。そうなんや。何だ気が。重恋は3期生は初めてやりました。あずみんさんの凄さは任せた
任せました。カメラで撮りたかった、まあ、そうだよね、そうね、カメラはダメだったのか、そうだよね。ノーウェイマンのイントロ、タンタタチチ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 。ノーウェイマン嬉しい、嬉しいです、ありがとうございます。本当にずっとこれは言いたかったね、ノーウェイマンできるよって、そう私見せたかった。お疲れ様、お疲れ様、最後こういった、よささん、なべこさん、泣きそうだった、私はもうずっと泣きそうだったずっと泣きそうだった。最初の客席がみちさんのペンライトで一面埋まってるのを見て、もう鳥肌立って、人うちの声とかも映像感動したよね、絶対なんかすごい、もう鳥肌が立ったもん、今は寒くて鳥肌が立ってるけど、うん、何周年はまだね発表されてないんですよ。あの自分も気になって、そう聞いてみたんだけど何もわからんって言われた、まあ、何も決まってないみたいです。スネゴノアミオがスピーチするんやで、何をですか、来週も公演で泣きそう、いやそうだね、本当にそうだよ、でも泣きたい時は泣くのがいいんですよ。イントロの振り、いや難しい、ヨッシーさん同感です、今回さらって次のキャプテンがアズミかなと思ってた。なるほど、まあまあまあ確かに、誰がそのまあみんな誰がなっても多分良き方向へは行くと思うけど、でもなんかこのタイミングでの新鮮さみたいなのあるよね、私すごいいいと思う。だからもう素直に安住さん出会かったって喜んであげて、みちさんのペンライトカラー引き継ぐ、いやそうなんですよね、私今ライトピンクと紫なんですけど、なんかほぼ一緒なんですよね、ほぼ一緒、なんかライトピンクがないペンライトとかはさもうそれにするしかないしね、だから聞いてみようかな聞いてみようかな。髪の毛切りました、今日あのトロブさんと田中コークさん来てたじゃないですか、トロミチコッコ絶対思うよねあれ。でもあので喋ったんですよ、コークさんに髪の毛切ってめっちゃいいって言われて、で私はなんかちょっともうちょい長い方が良かったなって思ってたんですけど、コークさんがえマジで切った方が好き私はって言ってくれて、あコークさんがそうやって言ってくれるならもうこれで良かったですとか言ってそう嬉しかった。そう瀬戸内の声でペンライトが水色になるんですけど、ユミリンさんのコンサートの時はそれでもう本当に、え今回もなんだけど鳥肌が立ったとかレベルじゃないよ、なんかあの本当に肌がなんか取れたみたいな
とそれは言い過ぎかもしれないけど、でもそれぐらい感動します。自分がなんか公演とかさ、まあもちろん小さい箱でやっててもなんかすごい楽しいし夢が叶ってるっていう実感はあるんだけど、やっぱ大きい会場でやってペンライトが揃ってるとふわってなります本当に。ピオーネさん、ジゴちゃんとカナオとサキちゃん以外の3期メンバー顔を覚えている最中、長谷川ノアです。最近髪を切りました、こんにちは。ピオーネさん、よかったら覚えてください。ピオーネさんは誰推しですか？沼群馬さん、フォローありがとう。ナーミョンのダンス、ミチさんの後継者行きそう。いけないですよ、本当に。なんか最近悩みの一つでもあります、ダンスとか全部が本当に。なんかでも自分は本当にめちゃくちゃその極めて極めてってあれだけど、でも 2.5 期さんとかはもうフリエルの時点から見せ方とかが完成してて、自分はなんか本当にフリーでして家帰ってでなんか動画撮ってみたりして、もうちょっとこうした方がいいかなとか見てってしかできないから慣れません慣れません本当に才能が欲しいですよ。でも 2.5 期さんも努力して今があるからね。そうなんだ、その時代をにいなかったから。そうなんだ、やっぱあれはエマかったでしょ絶対。変化は大事、いいこと言う。ありがとう冬物さん、嬉しい見ててくれたのありがとう。めっちゃ似合う。そうそうなの、髪の毛切ったのズラじゃないですよリエチに、え、ノーミョンガチで髪切った、え、本物かって言われたリエチに。そうリエチ体調崩しとってしばらく会ってなかったから、そうかズラだと思われてた苦労しました見つけて、すごい。マスティさん、はじめまして、 ST48 最近急性の橋川です。肌が取れたんよ、わーってなって。長谷川嬉しいじゃあ私のこと可愛いって褒めるときは長谷川でちょっと気に入ったかもこれ長谷川もらえ本当？冬物さん嬉しい。うん、あ、まるさんフォローしました。あれいつも来てくれるからしてくれるものだってるものだと。いや本当にね、そうだよねいや声出てていいんだよ。ママさん髪型によって嬉しい、嬉しいです。自費でダンススタジオ変えて、え、自分もそうですね、あの家でできないのでスタジオを借りてやってるかな。あとフリーレとか自分でしていかなきゃいけない時とか借りてしたりとか、みんな誘って公演前にしたりとかしますね。ニコ生で
ミョンミョン抜かれるたびにパフォいいねってコメントが多かったよ。嬉しいけど、嬉しいけど、恥ずかしいかもしれない。いや本当にね、カメラに抜かれるのは本当に恥ずかしいです。もうね、なんか配信とかあると緊張しちゃうんですよ。あって思って、ちいかわはせかわありがとう。今日は何としても行かなきゃいけない日だったのに、あずみんさんに合わせる顔がありません。うーん、でもあずみんさんは優しいから大丈夫だと思う。お兄ちゃんがあずみんさんのことをいつも応援してるのも知ってるだろうし、だから大丈夫だって。私が知ってるんだから。私が知ってるんだから。今日急ぎで今日中にいくつかの編集するので、お、お疲れ様です。バナミチラーメンさん頑張って。ゾワゾワした、どういうこと、どういうゾワゾワ。褒めたたえます、嬉しい。見られるチャンス、私見られるのがあんまり好きじゃないんですよね。致命的なんですけど、アイドルとして。だから恥ずかしいので、恥ずかしいので、そうだから克服中、カメラ。いやだからそもそもカメラに映るの嫌だったから、なんかホームビデオ系全部なんか顔隠してます、こうやって。幼稚園の頃とかカメラこうやって言ってた。映りたくなくてカメラの後ろ撮れたし。久しぶりに手振り講習、マジで裏でみんな踊ってるぐらい、本当にみちさんの生歌も鳥肌立ったし、なんか千穂さんの表現力の凄さを感じるし、リコチさんの歌唱力の高さを感じるっていう感じた。もう鳥肌、あれはもう、うん、やばいね。いや、みゃみゃよかったよ、ニコ生でいいなと思ったらみゃみゃだったこと、え、嬉しい、よかった。じゃあファンが早く見に来て。ノーミューのことだけ褒めてた、え、嬉しい。私のことだけ嬉しい。それはちょっとゆういちにゃん色のピンクに染まっちゃいそうや、嬉しくてね。ドレス姿が綺麗。幼稚園の頃のノアちゃんの写真、そのままのノアちゃんだったな。え、あのウインナー食べてるやつでしょ。この辺でさ、なんかピヨンって結んでて。本当にね、幼稚園の頃から顔変わんないって言われます。顔が変わんないんですよ。どこか気泡聞こえないふりして、汚れているのを見てるだけ、パズルのピースの。え、今日もギフトがバグってる絶対。わあ、ごめん、ギフトくれた人気づかなかった。なんかさ、なんかあれだなって思ったらギフトがバグってるな今日も。ちとくさんありがとう、花びらたくさん、キサッシさん、だるま、わお、たくさんありがとう、台湾のコウさんありがとう、よし広告ありがとう、コウタさんありがとう、土レソチュン結婚して、え、かなおちゃんに許可をもらったんですか。いいんですか。いいんですか。コウジさんありがとう、カノルリさんありがとう、キロンさんありがとう、つばゆすきさんありがとう、ロボリンありがとう、ダイスさんありがとう、サシセセソさん、カズちゃんありがとう、リュウセイ結婚してくれるの。リュウセイが一番好きって思ってくれてるのかどうか、どうかな。でも私は長期的な、あの狭き深きって感じのタイプなので、
まあ深き深親しき親しき仲になります、なりましょう。みんな年月がかかるから、私は親しき仲になるのに年月がかかるのでよろしくお願いします。対戦よろしくお願いします。かずちゃんありがとう、さくら、M さん、ゆうちさんありがとう、まるさんありがとう、たこ、せいびさんありがとう、かずちゃんレインボースターありがとう、台湾のこうさんありがとう、だいさんかわいい嬉しい、しめずさんレインボースター10個もありがとう、青キックさんありがとう、さくら、冬物さんハートありがとう、わあ、清水さんめっちゃ送ってくれてるレインボースターありがとう、まるさんペンギンありがとう、レインボースターもありがとう、よしここくん、さくらありがとう、アットンさんありがとう、世代交代みたいでゾワゾワした、どういうこと、ごめん、ちょっと理解力が欠けてるかもしれん心を開くのに時間がかかります、私は、人に心を開くのに1年はかかる。しかもなんか低スパンで喋ってないと閉じてしまうんだよね。あ、スマホの容量がいっぱいです。釣り券お疲れ、ありがとう、わあ、頑張った、ありがとう、釣り券見てくれましたか、ももにゃん、お、久々、ありがとう、レインボースターハートもたくさんありがとう、久しぶり、ももにゃん、アルディさん、団子ありがとう、ダイさん、綺麗、綺麗ですね、桜が嘘、無謀、嬉しい、ありがとう、釣り券長すぎる、でも3期のみんなにもとも仲良くなったの最近なんですよ、うんうん、開くまでがね時間かかっちゃうの、だから人生でマジで1ヶ月ぐらいで心を開きたっていうのはマイハさんと高校の時の親友とかなんだよね、あの小中は一緒だったからメンツが良かったんだけど、サンキュー親しき仲、いやかなりね、みんなが思ってる以上に一緒にいるよ、多分何するにも一緒にいるからね、サンキューってなんか普通になんかレッスンでずっと会ってたのに帰ってから電話するとか全然あるし、本当にねそんぐらいだよ、サンキュー。ノモエマいたの、知っててくれたの嬉しい、結構さ一瞬ぐらいしか出ないじゃんぐらいしか出てないから、ありがとう、見てくれてて、なんか思った以上に自分のことをなんか見てくれた人が、見てくれる人がいるんだなって思った時で嬉しい、ありがとう私も見たいな今日のカベチュラさん結婚してありがとう、ちょっととりあえず心を
通じ合わせましょう。広島港パセリさん、お疲れありがとう。え、10個もありがとう、パセリさん。メイル君、結婚して、いつかママに心を開けてもらうことがあったら結婚して、心を開いて、まあその後が大事なので、これからもよろしくね。ノアじゃらしできる？右じゃらし、左じゃらし、ノアじゃらし。知ってる、身につけた、知ってるよ。反省中？面白かったからいいじゃん。メンバーみんなを笑わせた岩沢さん、最高やん。ちなみに指パッチンできません。ダサダサ。咲かないで、チュ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 。小中は中学校が全校で700人ぐらいいたのか、700人くらいいたんだけど、小学校の子みんな一緒だった。そう、みんな一緒でした。小学校が変な位置にあったので、山に住んでたわけじゃないけど、1時間かけて行ってたから、小学校。ねえ、やばい、充電がないです。今日は先輩といっぱい喋りました。山じゃないよ。でも本当に一番近い子でも30分ぐらいかかってたかな。そうだから一番遠かったんよ、私は。私の通学なんか山奥じゃないです。全然山奥じゃないです。回覧板はもう本当に近所だけでした。なので回せましたよ。トロブさんにリハの時にね、私確定ファンサーもらった話を聞いてほしいんだけど、リハの時ってトロブさんとトロミチコッコでやってる時がちょうど休憩の後かなんかで、で移動してたんですよ、私は。で、トロブさんがかわいい、かわいいって思いながら、もうニッコニコの映画でもニケって見てたの。したらもうオチを見てフフってやってくれて、で誰か前にいたか忘れたけど、え、ナオミも確定ファンですよとか、イエーイとか言って、はいはい、もうね楽しかった楽しかったです。いや本当にチョロいよね、自分でも思う。なんかもうもはやさ、なんかもはやもなんか、うん、本当にチョロいんだよね。チョロいです。なんかあ見てて、なんかちょっとなんか、あ、え、笑ってる、可愛いって思ったらなんか好きって思う。ダメじゃんって感じだよね。じゃあみんなと一緒だね。4月もノアミのこと好きかもしれません。じゃあ4月も5月も6月も7月も8月もいっぱい一緒にいようね。今日の練り歩きでね、ね、あったね、ヤッシー、ちゃんと見つけてよ。
本当かよ。まあでもみんな可愛いからしょうがないよね。わかりません。いや可愛いもんね本当に。もうアイドルやってくださいって思った。なんかね、もう可愛すぎて、なんか自分がアイドルやってることを申し訳なく思ってくるぐらい可愛かった。本当にあ可愛いってなってた。本当にそれぐらいなんかやばかったよ。可愛かった。席やっとかたからメガネかけた。あそうなんだ。メガネは見たことないですね。今日サーヤンさんに話しかけれたんですけど、まあ、いつものごとく、あーもうサーヤンさんに気もなかの話しかけられないってなってて、みんなと喋ってるサーヤンさんってなってて、あサーヤンさんがいた、はーって言って、あカナンと喋ってる、あー順番待ちしちゃおって思って、そうで話したんだけど、サーヤンさんが人気者だから話しかけられないんですよって言ったら、人気者じゃないよってとか言ってくるから、もういいもんって思って、あの私だけのサーヤンさんの写真を撮りました。あのロック画面、私のロック画面専用の写真を撮らせてもらったんですよ。サーヤンさんオンリーの、もうなんなら私と写らなくていいんですよ。もうサーヤンさんはもうソロでちょっとお願いします撮らせてくださいってぐらい本当に可愛いので、もう可愛かった、本当にやばい。だからちょっと今みんなに共有するか迷ってるんだけど、でも私だけのだからなって思って、ちょっとちょっと私だけのサーヤンさんの写真1枚しか撮ってないの可愛すぎて。ツイッターのヘッダーをサーヤンさんに変えてたんよ。したらマヤさんに、ツイッターサーヤンにヘッダー変えてんの知ってるからね、秒で知ってるからねって言われた。マヤさんだから、ごめんなさいごめんなさいって言って、超欲しい。サッチいろんな人と知ってたよ。サッチファセリさんとも知った。うわ着物だーって私が言えません。うんちょっと言えない。でも今日ももさんとも撮りました。あー可愛かった。もう昨日ももさんと昨日も喋って、ももさんがもう子猫ちゃんみたいでしたよ、もう猫、もう猫ちゃんでしたって言って、だってさ猫カフェでさ写真撮ってんのにさ、え待って、猫、ね、ももさん可愛いってなったよ。本当にもうね、本当に良くないと思うよ。なんか目になんか悪影響を及ぼすぐらい可愛いもんね。みんなリリは良くないですよね。まあでも幸せだからさ幸せだからさ、なんかちょっとしょうがない気もしてくるけどね。もはやさっきはリリ多い。いやでもちょっとね、リア中は誰もかなわんよ。リア中には誰もかなわんよ。しかもリア中は最近ね冷たくされてるので、リア中なんかツンデレだからなんか冷たくしてくるんですよ。なんかリア中にツンツンってなんかツンツンってしてもリア中フンってしてくるんですよ。でだから私がフンってしてたら、リア中はなんか後ろからなんかこうやって肩をなんか肩こうやってやってきたり、そうリア中はちょっと冷たくするぐらいがいいんかなって思うので、今からリア中にはちょっと冷たくする作戦でいきます。リア中キャワ？え？え？そうやってさみんなに言ってるんだ、キャワイイとか言ってるんだ。そうやって
もう知らないんだから、もうもう反抗期だから、私ももう知らないんだから、知らない、みんなみんな知らないし、もうもういいもん、もういいし、もういいか今来た人さ、突然威嚇されたって、は？何？何？何夢中になってんの？もういいから、もういいし、もういいもん、機嫌を損ねたのはみんなのせいだもん、もういいもん、みんながみんなが機嫌改善してよ、機嫌改善して、もう改善できないよ機嫌。4人までは DD じゃないとリアチュアさんが、リアチュア DD やんリアチュアに DD って言ったら違うしって言うけど、リアチュア DD やんあれダメやんリアチュア改善してよみんな、私のさ、このなんもう忘れちゃった日本語も、わかんないよ日本語も、いやだもう日本語がわかんないチピチピチャバチャバうん、猫ミームで改善されました、みんなの力じゃなくて猫ミームで改善した、はあ、みんなが機嫌改善してくれるかと思ったのに、なんか怖いな、ヒス構文ってやめよう。4人までは楽しと田中美穂さんも言ってるあ、そうなんだ、じゃあリアチはそれを引き継いだのかな、 DD やっけ、いやそうなんだよね、いや私やめるわもう本当に、 DD とかやめるから、もうもうやめるからいいよめっちゃ可愛い、ありがとうカズさん、ありがとう、機嫌治ったかも、チピチピチャパチャパチャチャチャ、これ幼児向けの曲らしいよ。さやかりんさんは DD OK と、え今日ねさやかりんさんと喋ったんよ、でね、あのさやかりんさんの X もうね、なんか出てきたらね即いいねした、なんかいいねもう5連打ぐらい、気持ちは気持ちは 100連打ぐらいなんだけど、100連打って感じなんだけど、もうねめっちゃ、え本当に投稿した瞬間とかにいいねするの私だから、さやかりんさんね今日てかさめっちゃさ X さいいねしてくれるよねって言われたよね、えっバレてると思って、いやでも結構なんか結構ねいいねとかなんか先輩から帰ってくるから嬉しくなっちゃって、まあ、みんなしちゃうんだけど、そうでもさやかりんさんはほんまにあの可愛いんですよ皆さん可愛いの知ってるよねみんな、ごめんね、なんか本当にごめん、可愛いんですよめっちゃ、だからなんか密かでねなんかチラってなんかちょっとあー可愛いなーとか見てたのね、でなんかリハの時になんかゆいのとなんか二人そっちからへって思ってなんかこうやってやったら笑われたんだけど、そうでもなんかちょっとさやかにそのね、もう可愛いのでよろしくお願いします知ってますって言った、あーバレてた、もう可愛いんですよ、似てる？似てません、さやかりんさんは可愛いのでねかりん、は？は？は？いや美女タン、もう美女タンとかのレベルじゃないよ、もう美女だよ、 STU48 の美女だよ、そう美女だよ、流星結婚して、かわいいかわいいかわ、んちょっと待ってちゃんと読むからね、かわいい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 、結婚して結婚して結婚して、ちょっと褒めてくれて嬉しいからしちゃおうか迷うしちゃおうか迷う迷ってるな、鹿に似てる？え、動物の？あ、また
結婚して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 、ちょっと可愛いから今こんぐらい縮まったどういうこと、こんぐらい縮まりました。求婚されてやばい、これでさ断ったらどうしよう、なんかマンホールとかに埋められないかな埋めないでね流星これで、え、でもどうする、イチゴとかだったらもうマンホールに埋めるからって言いそうだもんいちごに埋められそうあ、きのこがパパ、え、秒でさきのこがパパがさ目の前にいたからさ、あ、きのこがパパがいるっていう一緒に割ります、やばい、それ以上の必須公文だった一緒に割ります、ちょっとマンホールは却下させていただいて、だいぶ気が戻ったかな。そうね、めっちゃ可愛いとか可愛い可愛いとか結婚式結婚式って言われたからチピチピチャパチャパって感じちょっとそんなこんなで申し訳ないんだけど、充電があと 8% しかないんですよ充電があと 8% しかないんですよ。あー、カズさん可愛い10個ありがとう。もうじゃあデレレンデレレンじゃじゃじゃんじゃじゃじゃんじゃじゃじゃん、あ、結婚式結婚式結婚式めっちゃ今日求婚される、ん、婚求、求婚か、求婚されるんだけどさ大丈夫か、え、大丈夫、え、もしかしてさ一緒にマンホールに埋まりたいってこと、カズさん、カズさんもしかして埋まりたいの、かマンホールにカズさんが止まらない止まんないね、ちょっとごめんけど一緒にマンホールには生まれません、ごめんなさい、本当に申し訳ないけど生まれません、カズさんごめんね、キノコかパパありがとう、さくらナオミは譲ります、えはさっきさ一緒に生まろうっていうさプロポーズしてくれたのにあれあれ TikTok にハマりすぎやな、猫ミームね同じ赤にか、ちょっとガチだからやめてガチだから、お、うん、お疲れ、気をつけてね、キノコがパパ、じゃあミョンミョン最近もらいます、どういうこと、一緒墓に埋まらない、絶対埋まらないから、絶対に埋まりません、私はお墓に入らないので、なぜなら雑草になるから、お、嬉しい、カメコ写真かわいいのお願いします、かわいいの待ってますってことでランキング読みます、今日は楽しかったです、13位大津アットンさん、12位保安官さん、11位近くさん、10位吉高子くん、9位大志さん、8位ゆずきち、7位ひらいらるるんにゃにゃんるるるんるんるん、広島くんパシリさん、6位つりけん、5位じとくさん、じとくさん見つけてびっくりした今日びっくりすぎる、じとくさんだって言っちゃったそれだけ、4位流星、マンホールに埋めれません、3位清水さん、レインボースターありがとう、カズさん一緒の墓には生まれない、ごめんねそして1位はまるさん、ありがとうまるさん、これもしかしたら順位変わるかもね、ごめんなさい、ちょっと何や、大声で叫ばれた、そうだよ、多分10人ぐらいのスマホ動画撮ってるスマホに自宅さんだーっていう声が入ってると思います私のその時はすいません、その説はすいません、今月最後の配信こちらこそありがとう、今日はみちさんの卒婚来てくれた人、見てくれた人ありがとう、配信見てくれた人ありがとう、楽しかったです、うん、お疲れ、おやすみなさい、バイバーイ、バイバイ。